東日本大震災から3年を迎える11日、日本各地では様々な形で追悼式典が行われました。当日本大地震3周年之際、日本全国各地进行了不同形式的悼念活動。同時、为了纪念311、日本各地也进行了避難演習。日本首相安倍晋三表示，在未来的一年间，日本将加快重建的进度。11日、東京千代田区の国立劇場で、政府主催の東日本大震災3周年追悼式が行われました。遺族をはじめ、政府関係者らおよそ1200人が参列しました。震災が起きた午後2時46分の時報に合わせて、1分間の黙祷が捧げられました。この大震災の記憶を決して忘れることなく子孫に伝え、防災に対する心がけを育み、安全な国土を築くことを目指して進んでいくことを期待しています。かけがえのない多くの命が失われ、東北地方を中心に未曾有の被害をもたらした東日本大震災の発生から3年の歳月が経ちました。東京電力福島第一原子力発電所から8キロメートル離れた浪江町では、この日町内で初の追悼式が行われ、遺族170人が参列し、犠牲者の冥福を祈りました。浪江町では震災によって151人が命を失い、33人が行方不明になっています。東京電力でもこの日、犠牲者のために黙祷が捧げられました。3年前に日本を襲った大震災と津波によって、1万8000人余りの死者と行方不明者を出しています。また、福島第一原子力発電所事故により、数十万人が避難を余儀なくされました。新東人テレビがお伝えしました。有人说他是专制政府，政府危险，这个房子大于家房。